痛ぜ、バカ野郎、この野郎。B、俺も少し休む、限界だ。お得意の影分身か。これ以上チャクラを等分割させる影分身は意味がない。頭数だけ増やしてもその中身が全くなければ無意味だと言っているんだ。俺がなりてえのはほかげだ。心配するな、全てうまくいく。これは外れた、わざとか。タカシ、はい、待たせたな。虫シャリングの術、霧隠れの術。B 様、重傷じゃないっすか。お前、アメーバ心配しすぎだ。イノイシ、アオ、状況確認。よし、オーケー、感知部隊到着。それで隠れたつもりか。この世界に希望などどこにもないと申し入れ。この世界は終わらせる。行くぞ、ほら。ライトン、ライト光柱。視界を完璧に潰しつつ、こちらの姿と気配を捉えられなくする。十尾の攻撃でなぎ払えばいい。岩隠れの衆、すぐに次だ。10秒落としたらすぐに石灰だ。4本、石灰業の術。行くぞ、カトン、応援の術。それをカトンの熱で乾かし固めて止める。忍び連合の術だってばよ。10秒の頃合いのようだ。術だってばよ。大悟トモン、はい。肩の骨が外れやがったな。見ろ、感知水球がちぎりそうだぜ。ビビってる暇があるならチャクラを練っておけ。カグシ、俺だ。柱間細胞を使ってつながりを強くしておけ。シカさん、一旦切ります。どうした。これは信じられん。こんな距離まで前の美獣たちと比べ物にならない。あの方向は。ここか。資格、どうする。やるべきことをやるだけだ。やっと当たったな。これで連合の頭は潰した。資格とイノイチのおっちゃんたちはどうなったって聞いてんだ。ボケっとするな。ナルト、ここは戦場で、今は戦闘中だ。作戦にはナルト、お前の力が必要になってくる。などと奴らが工場をのたまう前に攻撃をしてやろうと思ったが、俺が十尾の人中力になるに、俺自身が江戸天聖の死体ではなく、生命体になる必要があるの。つまり、今のあんたは俺の言うことを聞かざるを得ない微妙な立場にある。絶望を教えてやるのさ。丁寧にな。なんて数だ。まだまだ。どこだ、重傷なんだ。早く来てくれ。日向様はお前のためなら死ぬ。どうやら俺の命もその一つに。どうして俺にそこまで。
命をかけてまで俺に。父様、やっと分かったよ。仲間を守るために死を選んだ父様の自由の気持ちが。仲間は絶対殺させやしないと言ったお前のその言葉、もう一度言ってみろと言っているんだ。冷たくなっていく仲間に触れながら実感しろ。死を、父も母もいない死のジライアも、そしてお前が対立する限りお前もよく知る最も恐ろしい孤独だ。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い、ナルト。仲間は絶対殺させない、その言葉も信念も偽りじゃない。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまった。ネジ兄さんのしたことも無駄になる。私と一緒にいたと、ナルト君。一つじゃねえだろうが、わしもいるのを忘れるな。てめえの父と母はお前が生まれてすぐネジと同じことをした。もういい。焦るな。ヒナだ、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。ナルト君の手って大きくて。行くぞヒナだ。とっても安心する。あんたの回復、無駄なことだ。また変化してるぞ。ナルトが回復中で、キュービがチャクラ練り込み中だ。今は俺らの番だぜ、B。ナルトの中に自分と同じビジューたちを見て焦ったか。ナルトを狙ってる。ここへ来て、今さら私たちがブレてもどうしようもないでしょ。俺たちみたいな忍びでもずっと無理して守ってくれてる。そっちじゃない。私たちを仲間だと心底思い知らせてくれてるってことよ。どうせ死ぬなら。何もしないより自分なりに戦って死ぬ。岩隠れの忍び以外にもできる簡単な怒涛障壁忍術の意味を教えてくれ。もちろん岩隠れの皆さんにはすげえ壁を作ってもらうつもりっすけど、次は俺とこの戦場にいる全ての忍びをつなげてくれ。現実の世界の何が問題なんだ。思い通りにことが運ばないこともあれば、助けが間に合わないこともある。俺は忍びのクズだが、それでも学んだことがある。心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。逃げて何もしない奴に人は何もしてくれないしな。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。遅かったか。いや、ぴったりだぜ父ちゃん。ナミがどうなってる。君はナルトの彼女かな。まあそんな感じ。あんたは黙ってな、サラサク。クシナに少し似てるかな、この子。何か来る。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。そうか、さっきの攻撃を止めてくれたのはおかげ様たち。先代たちが共に戦ってくれるのか、それは心強い。こっち走ってきてるし。友達もじきに来る。彼も味方だよ。行くぞ。な俺の父ちゃんってはすんげーだろ。すでに冒険をしたのか。はい、敵用心。これでそう簡単には動けん。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。サスケ君、なんで。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。おかげになる。お前
自分が何言ってんのか。今までの影たちがこの状況を。だから俺がほかげになり里を変える。ほかげになるのは俺だってばよ。さくらちゃん、回復ありがとう。今度はさくらちゃんが休んでくれ。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる。よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。この感じも中忍試験以来だし、おかげになるのは俺だ。おかげはみんなが目指すものだもんね。なんか懐かしい絵じゃない。しかもね、ちょ、お前ら聞いてんのか。キバ、今は誰も聞いていない。サスケ、今お前は何を思う。結界を破る気だ。初代様たちって本当にすごい人たちだったのね。木遁、木分身の術。今ぞ。私は下人の頃から私は一人前のくの一のつもりでいたくせに、私だってサスケ君もナルトもいつも私の前にいてどんどん突き進んでいくから、何も考えずただナルトに重荷を背負わせてしまった。自分じゃ何も。私を弟子にしてください。シャンナラ、だいぶ動きが良くなった。何よりあなたは私の弟子、五代目ホカゲの弟子でもあるのだから。シャンナラ、なんという怪力。あれは綱以上かもしれんな。クウトン、エントン、ラサンシュカン、エッジ。ナルトのやつ、螺旋岩の性質変化までちゃんと。俺だって真術開発してたんだっつーの、ナルト。影分身の術、たった一人増えただけじゃねえか。犬塚流人獣混合変幻ガガゼンガ虫食い。2章、4章、8章、16章、32章、64章。今度はこれのまま8期64章まで行きます。今は戦争中だぞ。でも見せ場は欲しいよね。マイカの術、感知伝伝、肉弾ヨーヨー。はい、ナルト、またみんなにチャクラを渡せないのかい。ナルトのチャクラがない以上深手を負う可能性が高いのに、医療班は前に出られない。口を閉じる。あれ、カマキツじゃねえかよ。一気にでかくなったな、お前。お前ら人間の成長が遅すぎるんじゃ。お前はまっすぐに進むだけでいい。奥の本体は俺がやる。まさかもう一度口寄せ三すくみが見られるとは思わなかったな。新たな時代よ、行け。これが元の7班。大丈夫、このナメクジは五代目ホカゲの回復術です。傷が治癒した。
さっき略語の身を発動したばかりなのに。サスケの言ったこと、君も見て聞いていただろう。彼の本当の狙いは何なんだ。さあな。随分なざまね、ツナね。うえ、でっかいナメクジ。今はナメクジより五影のことだろ。無茶をしたようね、ツナで。カツイ、私は五影の処置をしにここへ来た。わかりました。あなたを信じましょう。私は綱手様の白号の力にこうして力を使うことができます。口寄せが溶けかかっているのをどうにかこらえつつ回復に集中している状態です。なめくじが濡れてグネグネ気持ち悪いよ。そりゃお前もだろうが。サスケに噛まれる前から歯型だらけだろう君。うっせ、今はサスケ専用なんだよ。開きな女いれば製造機。まさかお前に助けられるとはね。そんなこともあるわよ。あっけなかったな。あの生き返り損ねたマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。何をもって終戦と決めつける。ガラクシー、いや違う。神の神中力だってばよ。どうなってる、やっつけたのか。いや、あの人に十尾が全て吸収されてしまって。あれが十尾の。まずいの、神中力とは。ますます気味悪いってばよ。美獣たちのチャクラが次々オビトの中へ入っていったのを感じられた。とにかくあいつは初めから人中力になる術をしていたんだよ。そっか。たとえ人中力になろうとも明神門は継続中ぞ。先方の封印をここまでと。皆の者、気を抜くな。向こうで十尾の力を我が物とした輩が現れた。やめろ、オビト。もうやめるんだ。こやつは俺より強い。陸道戦にと同じになったオビトだ。江戸転生の術はわしが作った。それに合った戦術もな。なんだあいつ。あの戦いを見て心配より分析をしろ。まずは俺が出て隙を作る。そうか、人中力としてうまく十尾が馴染んでないんだ。まるで
がる。隙を作るから間髪入れずにお前たちのコンビ技を叩き込むんだよ。行くよオビト。いつの間に。そうか、俺につけて一緒に。俺ごと飛ぶしかない。早めに返してやる。すっげえ、父ちゃんの真似できんのか。二代目の顔岩のおっちゃんも。アマテラス。チャクラを左目に溜めていたのはバレている。行くぞ四代目。今度は俺がシャリンガンでお前のチャクラ比に合わせる。挟む気か。お瞬回しの術、飛来心。よっしゃ。やったんかいの。あの黒いのでガードされる前に直接ぶっつけた。俺が夢で想像してる自分よりすげえ。完璧なやつだってばよ。江戸天生の体が元に戻らんと。今までのお前らの常識では測れはせんぞ。おそらく全ての忍術を無にする陰陽遁をベースにした術を使う。さっきよりももっと俺たちでやんぞ。ついてこれか。うちはを舐めるなよ。クラマ、もうちょいこっちにチャクラ回してくれってばよ。水浴びってっと。悪いけど、そろそろ口寄せの時間切れじゃ。すまんの。これはお前がなりたかったのはほかげのはずだ。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。リン、もう一度、もう一度君のいる世界を作ろう。三代目直轄の暗部をやり過ごし、最高機密の結界をくぐり抜け、この際あなたが何者なのかはいい。だがなぜ木の葉を狙う。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、ナルトを九尾の人中力にしなくてよかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ、火影など。今の俺と比べれば哀れな存在でしかない。ナルト、お前やはりそうだったか。親思いのいいガキに育ったな、ミナト。ミナト、お前はガキに己の尻拭いをさせるつもりだったんだろう。クシナが死んだのはお前のせいではない。ちょうど明日で。ちょっと話がある。十尾の人中力にこんな弱点があったとはな。いや、仙人のこれならいけんぞ。自然の力には同じ自然の力で対抗できるってことかもな。わしとの飛来心を即座に理解し、仙人の力まで身につけている。聞いたのは確かだが、回復して後ろを警戒しているようだ。この現実には残すに値するものは何もない。あれを飛来心で飛ばすのは一人一つが限度だ。無責王人。皆を結界で閉じ込め、美獣玉を外へ弾けなくしたのか。四代目、二ついけるか。マーキングができない以上一つが限界です。うまくいくかわかんないけど考えがあるんだ。拳を合わせてくれっか。よう、わしの半身、元気にしてたかよ。そいつは何もできない。お前の母を守れもしなかった。明日が何の日だか知ってるな。両親の死んだ日だ。死ねば終わりだ、この世は。俺たちのナルトは本当に強くなったよ。行くぜ父さん。ああ、
結界に閉じ込めて、あれで結界内を俺たちごと破壊する気だ。結界を見る限り赤色。くそ、何も思い浮かばねえよ親父。大変なのはこっからだぜ父ちゃん。これはナルト君の二人の九尾を感じる。ベイとアン。サスケ、このままではまずい。結界の外へ出るぞ。そんなチャクラでどうにかなるのか。時間がねえ、早くしろ。そんなもので十尾の美獣玉四つからなる共鳴爆破に耐えられはせん。またこのチャクラが守ってくれたんだ。いや、よく見てみろ。こりゃ四代目火影の飛来神の術で移動させたな。父ちゃんが連合の全員を結界の外へ飛ばしたんだってばよ。父ちゃんのチャクラと俺とクラブのチャクラをくっつけてみた。拳を合わせてくれっか。あ、わしらを人扱いするとは、どう育ったらそうなった。母ちゃんのチャクラとはあったんだ。俺のチャクラもナルトへ少し組み込みたいんだ。毎日ちゃんと入って温まること。お母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること。母さんのような人を見つけなさい。だから辛いこと、苦しいこといっぱいある。自分をもっと一緒にいたい。愛してるよ。言いてえことは口うるせえ母ちゃんと同じだろ。もう分かってっからな。この感じ、懐かしい感覚だ。まるでクシナといる時みたいな。戦術以外は効かぬということを忘れてはおらぬだろうな。そうでした。よし。バカは親近感も抱かれやすい。その状態のまま仙人化できるかもしれねえ。つまり言いてえのは、今ならわしは力を使いつつ仙人の力も許してやるってことだ。美獣化と戦術を同時にやるか。ガキと同じでわしが入ってんだ。お前は強力なサポートができるはずだ。よし。そのまま行け。奴の攻撃はわしたちのチャクラで受け流す。あのクエのぶっ壊すしかねえってばよ。どうする。そっちのクラバも協力してくれ。そう来なくっちゃねえ。これが今のナルト。これほどのチャクラを完璧に、お前はどこまで。あ、なんだ。うわ、10秒吐き出しやがったの。一旦結界を止めるか。その名も真珠だ。これじゃナルトがみんなに渡したチャクラも意味がねえ。かつて真珠からチャクラを奪ったのは人の方だ。忍びが生まれたか知っているか柱間。真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から神の柱。しかしそんな折、神の力を得た姫は人々の争いをたった一人で収めたという。やがてかぐやに子ができる。その若子は生まれながらにチャクラをその身に宿して。どうしてそんなことを。お前が内派の石碑に記されていることだ。それどころかさらに争いは凄惨になったのだ。それを知って絶望した。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。
前の言っていたさらに先の夢だってのか。だがほんの少し沈む、この真珠のつぼみが開花したと花の中の目が天井の月に移り、無限つくよみは完全となる。やばかったってのバカ野郎、この野郎じっとしていろ、お前らは十分耐え忍んだ。なんなのあれ。あともう少しで五影様たちが捕まる。おいおい、やべえじゃねえかよ。皆様も私の分裂体と同じです。親父、すまねえ。抵抗しないならば殺しはしない。後悔したくなくばもう何もしないことだ。諦めるな。現実の中に落ちれば死因も同然ぞ。不機嫌そうね。ならあれはいつ開く。だが少なからずその2匹のチャクラが入っていれば問題にはなら、その間にオビトを止め入れ替わる。お前の千人の力を利用してな。神殿神の実は。はい、できます。頼む、皆へつなげてくれ。もう少しチャクラを取り戻しておくか。開花には時間がかかりすぎる。時間内にあの木を切り倒すか、十社を倒すしかない。諦めるなと言ったはずぞ。そうは言うが、あなたはそもそも江戸天聖だ。こんなことならいっそ最初から。ナルト、もう終わりか。後悔したくねえんだ。すまねえな、またチャクラもらっちまってよ。そもそも十五の十二は戦術の力、戦術サノってとこかしら。かつてのマダラと同じ可能性を見せる。そして渦巻きナルト、まるでかつての兄者を見てるようだ。お前らの先には何もないがな。お前との戦いを楽しむさ。本当の夢ってなんだ。これは初代様の記憶。ここにこうして各五大国初代五影が集い、感謝する。お沙汰る者がよ、する行為じゃねえよ、それはよ。これが最初の階段。うわ、これを機に小さな争いは安定していく。そして他国には美獣を買う額の3割をこちらにもいただきたい。今まで確かに我々はうまくいかないことだらけだった。我ら各々の同胞や一族を守るためにやってきたことだ。俺はいつの日か、これから先国は関係なく、今日はその夢への第一歩にしていただきたいのだ。今こそ我ら忍びの痛みから、苦悩から、挫折から、それが俺の思う先の夢。ただしここで勝たねばそれも成就せんぞ。我ら五影の本来なすべきことだ。さあ、ナット君とサスケ君の同時攻撃だ。いいんだな。戦いながら仲間の回復まで。シカマルを助けたいと心から強く願う思いだけでチャクラが動いてる。まったくお前はいつもそうだ。無理ばっかしやがって。お前の前だと俺もめんどくさかったりできなくなっちまっただろう。あんたは絶対に死なせない。ナルトがみんなが必要としてんだから。もうそんな思いをあいつにこれっぽっちもさせたくねえ。いつかあいつこの里にとって大切な忍びになる。あいつが火影になった時、俺があのバカ野郎の隣にいてやらねえとよ。ナルト、ありがとう。無理すんなよシカマル、俺の相談役になるかもしれねえんだから。綱手様。おじい様、
すまぬ。たとえどれほど大きな大樹だろうと、この大地に比べれば小さなものじゃぜ。木陰になるものは土下座が好きなようだが。行くわよ。お前は今まさにこの世に必要とされる存在になった。渦巻きナルト、今お前が皆を一つにしている。先を追う、行くぞ。これはナルトとサスケ。月夜の夢の世界へ向かう時は近づいている。行ってみろ。俺の心には何もありゃしない。今はもう痛みさえ感じやしない。この剣は陸道仙人の神剣、布ぼこの剣だ。貴様らは俺には勝てん。あいつが呼んでる。俺の思いは貴様らに勝る。どんなにあがこうとももう意味はない。心の穴は互いに埋め合うことを。僕がうまくできるかな。大丈夫。教えてまでだ。助け方までは教えてねえよ。手出せ。なんかくれんのか。いいもんだ。とにかくみんな集まって仲良さそうでよかったってばよ。私の名はマタタビ。兄ユギト。俺はよ、サイケンってんだ。改めて歌方だ。ナルト、お前ってやつは本当によ。やるぜ、B! 負けんなよ。その力が世界を左右する。聞いてくれ。奴とチャクラが繋がっているからだ。ナルト、手を貸せっつったのはお前だ。最後まで手は出させてもらうぜ。これだな。せーの。いるというのか。でも本当は俺と一緒でおかげになりたかったんだ。ならなんで俺に見えんだよ。面して自分隠したってダメだ。お前は俺をどうしたい。あんたはうちがオビトだってことだ。言ったら絶対その面引っぺがしてやるってよ。
約束を守ったな、渦巻きナルト。そうか、負けか。かつて同期で友であった俺にこいつのけじめをつけさせてくれ。奴は弱っている。今こそ奴にとどめを刺す時だ。行くぞ。ずいぶん息子がガミガミ説教したみたいだけど、どうやらそういうとこは母親譲りみたいだね。そうだろナルト。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。大玉螺旋中拳。この真っ暗な地獄に本当にそんなものがあると。オビト先方、明神門。あとは封印の忍びを待つのみぞ。まさか自分も同じことをするとは。生を引き換えにする術のようだね。術つなぎの重なった人の重み、あなたの死であり、あなたをおかげとして育てた人。生きて償うことだってできるんだぞ。いや、そんな生優しい。今度はこちらの攻める番だ。封印術虎視眈々。悪いな、オビト。輪廻転生の術。やはりこの体でなければ。旧時代の異物が刺さるな。なぜ目を閉じた。サスケ。相反する二つは作用し、死んだ万象を得る。だが別の捉え方もできると言ったな。里を離れてなおもいろいろと画策していたようだな。遅くなりました、マダラ様。やっと来た。これで少しは楽しくなるか。やっと戦いを実感できるぞ。血寄せの術。右腕をもがれたか。まあ特に支障はない。これであいつらの小屋はできた。どうやって生き返った。ナルト、お前には感謝してる。なら、オビトン。リンネガンをマダラの手に渡すまいと抵抗しているんだ。お前のようなものが持っていていい代物ではない。死に損ないの用済みがいちいち抵抗するなよ。柱間の治癒の力があると分かった。戦い方に優雅さが欠けてしまう。リンネガン本来の力を使えば高尚な戦いに見えよう。リンボ天国だ。急に美獣たちが吹っ飛んだぞ。まずは8尾と9尾を人中力から引き剥がす。ダメだ、クラマが俺の中へ戻んねえ。クラマを取られてたまるか。砂漠反動ガラ、負けんなよ。分かっている。人中力ではなくなった。ガーラ、お前は文福に似てるな。よし、分かったな。
今の力ではこんなところか。数秒じゃなかったですね。向こうの戦闘は大丈夫だろう。依頼審議もらった。相手が勝利を確信したタイミング、そこを狙うのがお前の常だった。だが天が味方したのは俺の方だ。そして新しい芽も育っている。こちら側につくかは分からんがな。マダラは、奴は俺の戦術チャクラを奪った。なんならその背中のもの引き抜いてやる。お前に俺の残りのチャクラ全てを渡…マダラを止めてくれ。マダラは元来優しい男だ。殺すには惜しい目だ。どうだ、同じウチハの生き残りとして俺と組む気はないか。お前なら力でなくマダラを止めることができるかもしれない。お前はイズナを殺めた男だ。柱間の成し得なかった国づくりを代わってやるだけだ。無限つくよみとやらはお前の考えか。それが治療だってのか。その二つを持ち得ているのが人だ。平和だけを望み、争いだけを摘み取ることは、何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。今だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。時間は十分にあっただろう。まだ。貴様というやつは、こんな輩に足止めされるとは。それに僕の質問に真面目に答えるやつは一人もいないってこと。5つの属性全てを一度に。三代目様なめんなってんだ。三代目が倒れたらここもヤバい。あまりにも大技での戦闘が長すぎる。マダラはナルトの小僧に託すしか。そんな、サスケに何かあったのか。なんだあれは。ガーラ様の。ゆっくり話をしている暇はない。サクラを連れて行け。サクラならまだ少しは。ナルト君がいるの。あそこだ。ナルト君の心臓の鼓動がどんどん弱く。ネジ兄さん、ナルト君を守ってください。もうその子に何をしても無理だよ。その目を持っているということは、今まで多くを失いながらも何かを求めてきた証拠。本当の影を示すまで。しっかりして負けないで。私のチャクラがもう。サスケが本当に本当に死んだ。キュウリのチャクラが心音も聞こえない。まさか。マダラにやられた。だが助かる手はある。そいつの父、四代目ホカゲ、ミナトの体の中で。どうにか連絡をして向こうから。それは無理だ。分かったな、ガーラ。今のところ、それ以外にナルトが助かる方法はない。残り少ないチャクラでできること。よし。せめてわしの近日で魂だけでも。渦巻きクシナと同じ力。今になってやっと西を。
獣院か。残念でした。にしてもあやつ何者じゃ。スズケが感知できねえんだよ。お前らもしつこいな。待てミナト、チャクラを感知仕様に変えてみろ。間違いなくわしの半身は抜かれちまってる。ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。あんたの中のキュービの半身をナルトの中へ入れてやれと。それでナルトは助かると。遅いぞ、クロゼツ。こちらから出向いてやったわ。ですがこいつらからキュービの半身も奪っておきました。行くぞカカシ。あんたに話がある。マダラ、あんたにとって俺は何だ。この世界を否定する存在がマダラだ。それは俺が示してやった道だ。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。その力を忍衆として解き、人々に伝え導こうとしたのが陸道仙人だ。一体何の話をしてるのこいつ。ガラ、わかっている。平和を追い求めるのと同時に争いを求めてきた現実がある。力がないから全てを失う。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない。ここは地獄だ。忘れたのか。今でもお前は救世主のはずだ。先日人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても、己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと。オビト、お前やっと自分を。俺から美獣を奪い弱体化を狙っているのか。迂闊に地空間に飛ぼうとすればその隙を狙われる。空間移動スピードが遅すぎる。ナルトは運んだ。あとはお前が向こうへ飛べばナルトは助かるってことだな、オビト。間違えたようね。それとサスケから離れろ、このインテリ野郎。カブトにサスケで、カブケかサストだか知らないけどさ、てめえがサスケをやったんだろ、この野郎。僕はもうサスケ君を奪おうとは思わない。僕の医療忍術とは、研究し尽くしたあの柱間細胞、そしてある方の助言で彼の一命をどうにか取り留めた。僕は自分を認めず、何者かもわからないでいた。足りない。これはまだ僕じゃない。それがイザナミという術なの。己自身を見つめ直し、
受け入れなければ術が解けない仕組みなのよ。あんたさ、偽物マダラと組んでこの戦争を追っ始めた首謀者なんだぞ。だがもう自分が何者か分かっている。そして己が何をすべきか。奴がまだは。そうだ、奴は戦術しか効かない。それともう一つ、体術による物理的ダメージ。アジョン君か。第7強は先生、大丈夫ですか？右腕と肋骨が数本いってる程度だ。ガイ先生、勝負だ、カカシ！赤き猛獣となる時が来たよ。ガイ、それはダメだよ。よく考えるんだ。ここにいる誰もそれを望んではいないよ。お前は俺によく似てる。昔はこの俺も落ちこぼれだったが、だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい、父さん。息子よ、存分に探せ。その努力が報われぬわけがない。諦めの悪いやつだね。まったく見苦しい姿です。諦めるな、ガイ。目をそらすな。きっとある、きっと。応援してくれたパパのためにも絶対に。それにしてはもうヘトヘトじゃねえの。半分も言ってねえじゃねえかよ。バカ野郎！だから謝るな！そこを叱ったんじゃない！たとえ半分しか走れなくても努力は努力。応援ありがとう！今のは応援じゃなくて。じゃあ声援だ。お前は忍術と現実が苦手なことはむしろパパからすれば嬉しいことだ。短所も長所になる。くどいことは丁寧なこと。うるさいとは賑やかなこと。おう、応援ありがとう。お前をな、マダラ。陸道戦術を開花し、片やリンネガンを開眼したか。どっちが上か決着をつけてくれよ。先鋒、イントンライハ。よそにすんなってばよ。ビンボ、なんだあれは。マントンコーナー。これはもう一人のマダラだ。どうやらもう一人のマダラにはこちら側からの物理攻撃は効果がないようだ。どうやってこれほどの力を急に得たというのだ。サスケと俺には何か血とは違うつながりがあるのかもしれんな。それがお前の左目の能力か。あの右腕の傷、最初にナルトの攻撃をガードした時にできたもの。また奴の影が出現したらそっちはお前がやれ。奴と奴の影はおそらく少しの間重なったままだ。リンボの継続時間とその発動間隔、そしてそれに対する対処法を想定したか。いや、今さらそんなことはどうでもいい。すぐにでも両目を揃えるとするか。なんで影を身代わりにしたのか。少しだがお前の左目の能力も分かってきたぞ、サスケ。うわ、早くリネガンを潰せ。だがさすがに早いな、サスケ。神させん。なぜサクラがここに出てくる。時空間へ行ってたのさ。マダラにシャリンガンを奪われてしまったようだ。それよりオビトはどうなった。マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。両目が揃ってしまえば恐ろしいことになる。
恐ろしいこと。本来の主にリネガンの両目が戻れば、おそらく誰も太刀打ちできなくなる。ってことは大変じゃない。火影になる、そういった本当の意味、それって。お前が今何を思っているのか俺たちに話したくないならそれでいい。お前たち鈴取りの最初の演習を覚えてるな。マリメージャン、チームワークだ。一緒に死んでやるのもチームワークというやつだ。オビト、残念だがオビトはもういない。無理もない、この眼力だから、もう引かない。柱間の魔物娘と同じ再生体の術か。大丈夫だから。マダラの影が4体に増えている。もう余興はいい。これが陸道の力。任せろってばよ。スサノオ。次々来る。すごい。夜を照らせ無限月読み。この石碑の内容によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限月読み。いらないか。向こうで一体何が起きてるんだろう。あんなの異常だよ。これはまずい。いけない。まさか、マダラの術がもう。大名様、大変です。起きてください、大名様。この光は影をも貫き見通す。奴の輪廻眼、この術をも退けるか。これは樹海孤胆、神樹の生命エネルギーで人々を縛っている。ヤマトか。決めたよ兄さん。あとは奴ら。サスケ、みんなを現実から覚まさせるにはどうすりゃいい。リンネガンの剣術はリンネガンで処理できる。あの額の目、奴の影4体に四方を囲まれてるぞ。皆の幸せの邪魔をしているのだ。お前、俺は地獄を天国へ。最初は柱間も俺も目的は一緒だった。そして一緒に行動を始めた。それでは真の平和にはたどり着けない。俺の主張は退けられた。忍びの世界は柱間の理想のもとに進んでいった。戦いはやまない。それが柱間の作った忍び世界だ。今人は皆真珠の中でそれぞれが幸せな夢を見ている。もう理解しろ。全て終わったのだ。
お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。マダラよ、お前もまた幻の夢の中にいたのだ。どうなってんだってばよ。ここへ来て仲間割れか。そうじゃない、あいつ今かぐやと言った。やがて母の力はうぬぼれを生み、人々はその力の存在を恐れるようになっていった。今この場でチャクラを吸収してやる。動けねえ。安心しろ、皆を殺したりはしない。無限月読みは内派によって忍び世界に永遠の平和をもたらす術だ。俺はお前などよりはるか昔から存在している。お前はそのために動いていたのだ。幾万の夜を数え、我をより城に再び一つとならん。復活の物語は。中火どころじゃねえぞ、ジャグラ。動く前に止める。落ち着き、かぐや。今のあの二人なら大丈夫だ。羽衣とハム。いや、これがインドラとアシュラなら、術を渡したのは羽衣か。このチャクラ、マダラなど非じゃない。こんな奴が存在するとは。オビト、あなたの目的は何だ。忍衆、いや忍びと言ったか。もう戦いはやめにしよう、うん、ここではな。違う、口寄せの術。何してる。俺じゃなくて。オビトは区内で差し止めただけだが。カカシ先生。オビト、手荒くなってすまない。まさか別空間を口寄せしたとでも言うのか。お前にここではっきり言っておく。俺とお前どちらか一方が死んだとしても、この世は終わりだ。そうできなければ人類は滅亡することになる。この意味わかるな。わかってんよ。お前の言ってることもわかってるつもりだ。サスケ、お前なんて顔してやるんだよ、このうすらトンカチ。まあいや、この意味お前ならわかるよな、サスケ。ありがとう、ナルト。ちゃんとカカシ先生を頼む。お前が瞬身の術みてえなの使えるようになってたの忘れてたぜ。
チャクラを分けた我が子たち、動けねえ。かぐやはお前たち二人を見て我が子二人を思い出したようだ。クロセツ、お前は何者だ。俺はかぐやの子供だ。母の名を知っているということは羽衣にあったという。ここまで協力するインドラとアシュラの転生者は珍しい。お前たちに見せてやる。飴玉はないが紙芝居の始まりだ。憎い、わらわのもの。俺の役目は終わりだ。忍びの歴史じゃねえんだよ。母はチャクラの祖そのもの。お前らガキが何をしても無駄だ。もうあれしかねえ。あの術しか。サスケ、ちょっと耳貸せ。どうだ。今は睨み合ってるみたい。これで最後かもしんねえけど、やるだけやってみねえとな。今までだってそれの連続だった。お前本気か。やってみるまでわかんねえだろ。それで奴の隙ができる可能性があるなら。アマテラス。逆ハーレムの術。これが忍びの歴史だ。この野郎。意外性ナンバーワン。この葉の忍びの道で言うならば覚醒遺伝とでも言うのかな。やろう。また移動したのか。一瞬で世界を書き換え、それが実体である。アマテラス加月し。信じられんが、とにかくそのかぐやってのを封印するにはナルトとサスケの二人の力が必要ってことだ。なら別空間へ飛ばされたと想像できる。もう一度奴が空間をつなげ、開いたと同時に俺のカムイと共鳴させれば、向こうでチャクラが切れたら終わりだ。私の白号のチャクラがあっても足りませんか。それで限度いっぱいだ。二人とも俺と来い。死なせてくれ。やっぱりそうだ。この人もう助からないんだ。サスケは必ず俺が見つけ、お前の本体まで届ける。もう面はねえんだな。カカシの友であり、お前の父の部下であり、サスケと同じウチハであり、俺はお前と同じ夢を見た先輩だった。カムイで奴の空間へ飛んだとしても感知されることを考慮しておかないとな。バカでけえ術しても吸収されちゃ意味ねえ。ここはわらわの空間だ。準備はできたな、ナルト。おう。影分身の術。他の2匹は力尽きて消えたか。他の5つの空間へ直接つながるここにこいつがいるのはまずいよ。こいつはここできっちり殺しておくべきだ。殺せる。友殺しの骸骨。これで氷世界の分身も全て消えたはずだ。お前だけが頼りだ、さくら。わかってます。こっちがうまく入れたようだね、オビト。オリジナルは殺した。なぜ消えていない。カムイはうまくいった。気づかれた。向こうは全てただの分身だったか。騙されたよ。
一つ一つ開いてサスケを探し出す。はい、ありったけのチャクラをこの人に。これって前にいた場所。次だ。はい。ここでもない。次だ。ナルトのオリジナルには愚道玉がついてる。傷を治すまで待つ。さっきのところも違ったな。つまずきそうなら助けたくなるか。さあ次だ。はい。ここか。サスケか。シャンナロー。そんな、どうやって。これが俺の能力だ。この人が力を貸してくれたの。だからたどり着けた。クソ、こいつらを連れ帰るまでは約束を守ることができないのか。リンが俺を救ってくれるってことは、つまりそれは世界を救うってことと同じなんだよな。俺はウチハの紋章を背負って必ずホカゲになるんだ。入学式から遅刻か。これちゃんともらっておいたから。俺の。ねえ、この書類を出せば問題なく入学できるって。そこまで。お前その額当ては合格したのね。おめでとう。授業が始まるよ。行こ。あいつに追いつくから。そんで追い抜いて必ず火影になるから。卒業証書、ウチハオビト。はい、卒業おめでとう。みんないねえけど、ホカゲのじいちゃんに渡されるよりずっと嬉しいや。この間のお返しはたっぷりさせてもらうからな。勝者、マイトガイ。こんなとこにいたんだ。うわーって、な、カカシが受かるのは当然だけど、私たちもできるよ、きっと。私がちゃんと見てるから。ああ、やったぜ、俺も中忍だ。意地っぱりで、そのくせ小さなことで一喜一憂する俺を。夢だから何だって思い通り。死んだ人だって生きてることにできる。もう一度君のいる世界を作ろう。体に触れておけ。はい。あれは前に影分身がやられちまった。お前たちの死として大したことはしてやれなかった。バカな、サスケだと。まさかナルト、こんな簡単なことに。もうチャクラを出し惜しみしている場合じゃないよ。この地面、体が食い込む。俺にもまだできることはある。間に合え。
少し俺と二人きりの時間を過ごそう。カカシは邪魔だ。ここに置いていくよ。カカシ、お前は当分こっちにいろ。すぐに来んじゃねえぞ。裏切り者の虫けらがやっと死んだか。オビト、笑うな。木陰になろうとしたオビトは俺にはかっこよくしか見えねえよ。大した力もないくせにまた残されたということか。オビト、体の右側はほとんど潰れちまって感覚すらねえ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な証人だ。リン、少し俺と二人きりの時間を過ごそう。これはカムイ。オビト、お前なぜだ。オビト、俺は何のために。参ったよな、いきなりカッコ悪いとこ見せちまって。もう少しだけ待ってくれないか。今度は誰を助けたいの。カカシだ。いろいろあったけどやっぱり仲がいいんだね。カカシに会ってくるよ。ここで待ってる。せっかく常任祝いのプレゼントでこの目をやったのに、それが帰ってきたんじゃ寝覚めが悪くてよ。そもそも他国にまで轟かせた自分の有名を忘れちゃいないだろ。シャリンガンのカカシって名を。行くぞみんな。はい、先方超美獣螺旋手裏剣。あれを食らったらさすがに無傷じゃいられないはず。これは人型じゃない。母さんの意志で重美化したんじゃないぞ。サスケ、あの白い手に捕まんな。スサノオ、誰だ。カカシ先生。オビト、ありがとう。お前も一緒に見ていてくれ。今度こそあいつらを。来たぞ。陸道の力を得ていた分動力が上がっている。新たな空間の始まりだ。お前らはその犠牲となるのだ。さすがにあれほど大きなものをカムイで飛ばせない。俺たちが時空間に飛んで一旦逃げたとしても、これが俺たち元第七班としての最後の任務だ。俺たちで世界を救うぞ。俺が相手だ、この野郎。早い、はい。やはりいい能力だな。オビト、すり抜けるのは。なら、やはりどちらもアシュラの転生者。カムイ、まずい。ナルト、サスケ、サクラ、ベタないたずらか。だがいたずらもチームワークがあるな。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。名はウチハ・サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。私は春のさくら。好きなものはっていうか、好きな人は。俺らも似たようなものだったな。いい絵だ今のお前らは。私だっているんだ。同じ女ならバカにしないで。行くぞ、起爆転生。なぜだ。やりよったか。
大地が吸い寄せられているのか。サスケくん、こうなっては仕方ない。また次の母復活へ向け。お前など忍びの歴史っつうのは、女の生き様が死に様が俺に教えてくれたんだ。勘違いしてんじゃねえってばよ。まだ大きくなってる。封印終了。私たちはどうすんの。この空間からどうやって戻るのよ。口寄せの術。おかえり、ナルト。ナルト、この人誰。陸道のおじいちゃん。ナルト、サスケ、そしてみんな、よくぞ世界を救ってくれた。わしは大筒木羽衣。どうやらよ、うまくいったようじゃないのよ。美獣がここまで揃うのを見るのは初めてだな。あなただけでしょうから。お前が畑かかしだな。よくぞ皆を導き母を封印してくれた。だから言った、よくぞ皆を導いたと。でなければおそらく母は止められなかったであろう。あの鞍馬が恥ずかしがって慌てておるわ。オビトのことも本当はナルトが、彼がオビトを戻してくれた。そうか、彼はまだ。そろそろ行く。忍びの世界をむちゃくちゃにしてしまった。今さら何を言って去っていったらいいのかもわからない。ありがとな、カカシ。じゃあな、もう行くよ。カカシ先生。さくら、すまない。シャリンガンのカカシも今日で終わりだ。マダラは一度人中力となった。美獣たちが抜けた今、柱間か。お前も望んでも届かない。それが正しいのかもしれんな。後ろをついてきてくれるもの、託せるものを育てておくことが大切だった。戦友か。それなら俺、頃合いだな。五影たちも江戸天聖たちもわしが下術する。行ってこい。誕生日おめでとう。本当に立派になったね、ナルト。俺たちは下法の村、いつまでもここにいるわけにはいかない。お別れだ。クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってば、ちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉行くし、三代目やカカシ先生の言うこともちゃんと聞いてたぞ。俺ってば、今日17歳になったばっかだから、酒もまだよくわかんねえ。母ちゃんの言ったことは全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。俺ってば、父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。全部しっかり伝えておくよ。後のことは任せたぞ、カカシ、サクラ、サスケ、ナルト。渦巻きナルト、ウチハサスケ、お前たちなら俺たちとは違う決着もあるだろう。いや、そうなってくれ。これで俺たちはもう自由だ。俺は水蓮堂に帰るぜ。やっけけ。やっぱ B のところへ戻ることにする。俺はな、お前たち全員のチャクラはすでにナルトの中に少しずつ入っている。ジジイがそう言うなら仕方ねえか。ナルトとサスケ、前にわしが問うたな。我が母カグヤと戦い、己の出した答えに変化はあったか。
どちらにしろお前は母とは違う。美獣たちすべてのチャクラを有していても母のようにはなるまいて、かつて母がやった無限つくよみを下実するために調べ、間違いない。あとはサスケよ、お前は、お前らはすべて俺の管理下に置き、いずれ処理する。クラマ、わしもこの世にいる限界だ。時期に消える。サスケ、それが今のお前の夢だってのか。お前は復讐を望んでいるっていうのか。破壊し、そして作り直すのさ。革命だ。お前の正直な考えを聞きたい。今までの影たちがこの状況を作った。自爆転生。俺が必ず助け出す。この戦争でリンネガンの能力と使い方も随分と慣れた。兄弟喧嘩はここで終わりにするってばよ。美獣たちを離してやってくれ。あいつらはやっと自由になれたんだ。あいつらと仲良くなったからわかんだ。もう悪さはしねえよ。お前分かってないようだな。仙人が言った通りなら、無限つくよみを解くのにそもそもお前の中の美獣の力を使う必要はないだろう。場所を変える。お前なら分かっているな。私にはどうすることもできないって本当は分かってる。みっともないよね、ほんと。お前は本当にうざいな。さくらちゃんに現実までかけることはねえだろうが。このままじゃこいつは俺たちを追ってくるだろう。邪魔になる。されかけたこともあるこの子が今でもお前のことを思い涙を流すのは、失敗した過去の縛りなのか。サスケ、サスケは絶対俺が連れて帰る。一生の約束だってばよ。愛情とは難しいものだな。かつてわしにも二人の子がいた。今のサスケを形作ったのは過去の愛情の喪失から来るものに他ならない。過去は未来が変わらぬと気づかせるためにあるのではなく、未来のためにあるはずだ。愛情を取り戻させると願おう。やっぱここかよ。懐かしいな、サスケ。お前はホカゲが何なのかまるで分かってねえ。言ったな、革命だと。俺はイタチの言葉ではなく生き様から全てを悟った。